まず一つには時間、が不足していたと、浸透する私たちの政策を浸透させる時間が不足していたということがあると思います。合わせて、私の、自治体の首長としての経験などをしっかりとお訴えできる、チャンスも少なくの首長と、それから国政の党首と、両立できるのかというようなご批判もいただきました。そういう中で、今回私たちは大変新たな挑戦をさせていただいたと思っております。今回の選挙戦を振り返られて、小沢さんの存在というのはプラスマイナスいろいろあったと思うんですが、どのように受け止めていらっしゃるでしょうか。投票行動というのはバックをちゃんと見ないと分かりませんので、今ここで即断できることではないと思っております。逆に小沢さんの側からも肩が邪魔をした、それで肩の側からも小沢さん邪魔がしたと、先ほど来何かいろんなマスコミの方が言ってらっしゃいますけど、私たちは、特に小沢さんが原発ゼロという政策をきっちりと掲げてドイツにまで調査に行き、そしてそこで小沢さんの政治家としてのお力を、いただきたいと、国民の願いを実現するために小沢さんの力をいただきたいと思っておりましたので、また今もそう思っておりますので、私たち自身としては力を合わせることによって、それをやらない時よりはちゃんと、支援をいただけたと思っております。つまり何もゼロだったわけですから、そこから比べると少しでも議席をいただけたということは前向きに第一歩進められたと思っております。ただやらないことというのはそれ自身はですね、他の可能性というのは、もうちょっと分析をしないとわからないというのが今の状況でございます。私たちの気持ちとしては協力をさせていただいたのでここまで出たということと解釈もできると思います。